のお客様、歌手でいらっしゃいます。 CD のその他の売り上げもどんどん記録を書いていらっしゃる方でいらっしゃいまして、またファッションリーダーでもいらっしゃいます浜崎あゆみさんです。どうぞお入りくださいませ。どうもこんにちは、しばらくでございました。久しぶりです。どうも。この前おいでくださった時にちょっと週刊誌に顔がちょっと似てるところがあるって、とても嬉しかったんですけども、今日は他の似てるところもあるようなので、そこも楽しみと思っております。よろしくお願いいたします。5年前に出ていただきまして、週刊誌にちょっと顔が似てるって書いていただいて嬉しいなとかとお話ししたのがもう5年前でございます、はい、浜崎あゆみさん、今日のお客様です。よくいらしてくださいました。よろしくお願いいたします。それで顔がちょっと似てるって、ちょっとっていうか、まあ、似てるって週刊誌に書かれて嬉しいなっていうふうに、はい、まあ、髪の毛この色だからね、はい、そういうのにしてみたらちょっとね分かりませんけど、はい、でその他にすごく似てるとこがあるのはキラキラ好き、はい、ね、あなたもすごいお好きですってね。好きですね。まずいいですか、今日のお洋服は大事、キラキラですよね、はい、そうですね、うん、すごい綺麗な生地でできてる。ちょっと一瞬見るとわからないんだけど、よく見るとね、はい、すごい綺麗にキラキラが入っている、はい、光ってます、光ってます、はい、それからお靴がもうすごいですね、それね、はい、これね、知らない人が見たら本物の宝石かしらなんて思っちゃうかもしれないあとまあ指輪とか腕輪とか、そういうものね、はい、でそういうものもそうなんですけれど、お持ち物ですね、携帯なさるものですね、はい、これ実用、私物をちょっと見せていただいてるんですけど、はい、まず靴はもうすごいですよね、全部これやっぱりお履きになるの、コンサートの時なんか。これはもう靴は趣味で集めていて、飾るのが好きなんですね。あ、そうじゃ、履いていらっしゃらないみたいなの、はい、あんまり履かないですね、結構普通に普段はもっと楽な靴を、あ、そうですよね、はい、履きます。そうですね、これ歩くときちょっと歩きにくいかもしれないでもまあキラキラでね、綺麗っていう靴を持ち、はい、たくさんこういうのが家に並んでます。あ、そうなの、はい、それで本当は私物なんで見せていただくのが面白いんですけど、前にあるのは携帯、はい、これこんなにいっぱい一時期に持ってんの、これ古い順にこう並んでいて、今使っているのが一番シンプルな、皆さんに向かって左側が一番、はい、今映ってるのは古い順にずっとなって、一番それがシンプルなんだそうですけど、はい、いろいろやって結局なんかシンプルなものにたどり着いたみたいな。でもやっぱり初めの方よ、なんか随分やっぱりあれですよ、いろんな色が入っててね。そうですね、うん、でもそういうので、はい、楽しいですよね、いろんなのがあると、はい、そう、一番最初のなんか随分いろんな色が入っています。すごいですよね。その時にちょっと刺繍みたいに入ってたりとか、はい、うん、やっぱりピカピカして綺麗ですものね。なんか楽しくなります、ね、嬉しいですよね。一時にいくつは持ってらっしゃるの？はい、一時にいくつか持ってる。今は真ん中のこれが海外用の携帯でして、ええ、それでこれが今普通に日本の国内で、はい、使ってる。でもそれもちょっと見ると地味に、他のに比べるから地味に見えますけど実はこっちから拝見してると随分赤っぽい色とかピンクとか入ってすごいのね、はい、これ一応桜なんです。あ、桜の模様、はい、そう、海外に行った時になんかその和っぽい感じの携帯があるといいなと思って。で、その向こうにマイクがありますけど、はい、あれ実際お使いになってるマイクなの？そうです、これはマイマイクです、マイマイクで、そこになんかスパンコールみたいなのがついてる。これは黒いラインストーンが貼ってあって、あ、すごいすごいですねマイマイク。ここは持つ時に痛いのでここだけ開けてあるんです。あ、本当だ、すごい綺麗、はい、持つとこう全部埋まってるように見えるっていう。色は今黒だけですか？はい、そうですね。なんか衣装が何色でも合うようにと思って。あ、そうですよね。でも綺麗、はい、すごい綺麗ね、はい、そうですか。それ、その向こうには鏡、はい、それはお顔を映す時の、まあね、ですね、鏡ですね、はい、そんな風にきれいキラ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 してます、はい、それから一番こっちの方にあるのは、あ、これデジカメっていうやつ、いい、ちょっと見せていただいて、はい、これ細かいですね、そのこれも、はい、お花の小花柄というか、綺麗ね、はい、これもすごいお気に入りです。すごいです、お気に入り、いつもお使いになるやつ、はい、それからその下にあるのは、これはあれですかね、ゲームの、はい、ゲームですね、うん、これはちょっと模様ですね、はい、すごい綺麗。あ、それでごめんなさい、いいですか、ちょっと最初の頃のになんか、はい、いろんなものがぶら下がってるんだけど、ここのとこにもちょっとね、いろんなブラブラ、そうですね、うん、つけてるものもやっぱりキラキラしてるものだったりしますね。本当にそうですね、はい、では、浜崎さんに見せていただきましたので、はい、私どもきっとご覧になりたいだろうと思いましてですね、見たいです、私は背中に背負ってまいりましたリュックサックですね、リュックサック、リュックサック。
ックのこれをお友達タガさんというお友達が作ってくださったんですけど、ちょっと見たら地味めですけど、ここ全部刺繍がしてあって、すごいですね、ちょっと綺麗でしょ。でリュックサックが一番楽なんでね、リュックサックの中に入れてます、はい、それでね、あなたと対決するのにあたってですねあのこの番組のプロデューサーは女性なんですけど、彼女もすごいキラキラ好きなので、彼女がね、まずあのこれ計算する計算するやつで、これお家に置いとくやつで、すごいでしょ。どうぞご覧ください。すごいですね。すごくありません？それ相当すごい。やっぱりこれは素晴らしいですね。それ羨ましいぐらい、はい、あの貼った方を紹介していただきたいぐらいです。あ、本当？あ、それ上手？すっごい綺麗です。なんかね、ネイルアーティストのプロデューサーの、でもすごいですよね、ここら辺のところがお花の、すごいですね、細かい、これでもあの大きいのね、これがね、それこれの小さいのがあるんですけど、はい、今ちょっと小さいのが見当たる、あ、これは私が旅行なんか行くときに、あ、すごいあ、これすごい、これはね、旅行なんか行くときにあのちょっとあの持って行って使うやつね。それで私の携帯ね、はい、携帯、私ね、これかけるだけなんですよ、受けがないの。で、そうなんですか。そう、だからあの受けがないっていうか、受けてないので、あのかけるだけなんだけど、すごい、後ろにバラなんですね。そうなんです。素敵。ちょっとあなたのとあれなんですが、それでね、すごいのは、今ちょっと自慢はですね、はい、これあの『徹子の部屋』の30周年で作った、はい、まあ、これなんですけど、はい、これにそのプロデューサーがご自分で、これ見て、どう思う、これ、すごいね、一粒一粒なんかね、これはすごい、パンダの頭にもちゃんとあれがついてんの、すごいですね、これかわいい。プロデューサーの方が、女性のプロデューサー、双子がいいのよ、うん、だけどね、作ってくれて、これね、一粒一粒つけてすごい大変だったんだって。でしょうね。だけどこれ欲しい、可愛いですね。欲しい、欲しかったらあげてもいい。本当ですか？あの、あるんだけど、あんまり欲しいって言わなかったらあげないでねって言われたの。え、本当にいただけるんですか？あ、うん、げてもいいね、これ、欲しいって、あ、こんな書いてます。もう一個作っていただいてるんですね。そうなんだ、だからあなたがもしも欲しいとおっしゃったら、それは差し上げてもいいですって。 ありがとうございます。じゃあお染めくださいませ。ありがとうございます。それ、これは名刺入れ、これもうちょっと名刺入れね。すごい細かいですね。名刺入れってあんまり使わないんですけど、まあちょっとキラキラする。それからあのオペラグラスね。あー、すごいすごい、オペラグラスでこういうのがあるなんてね、あのオペラとか芝居とか見に行くときに、でしょ。それでこれあのこれ小物入れなんですけど、はい、まあこれ開けまして、コンパクト、かわいい、かわいいでしょ。はい、これラスベガスこの前行った時に使いました、はい、それからアスカマサで買った、ね、そうでしょ。これで、これは何で買ったかって言って、後ろにあの「徹子」ってタダで入れてくれるっていうか、買ったって掘ってくれて、これ一応「徹子」って掘ってるの、もう本当にね、こんなのって笑っちゃうんですけど、まあそうなんですよ。それからあとこれペン、あ、これはね、よくあるかもしれないんだけど、こんなのペン、それをこの中ちょっとこう入れたりとかして、まあこんなとこですね。すごいですね、でもおかしいですよね、大人でこんなこと喜んで店屋一個してるなんて。嬉しいですよね、なんかそう、キラキラ光ると、はい、そのたんびにね、はい、わーって思ってね、思いますよね、でこれでしまいますね何を思って歩いてるんだろうと皆さん思いでしょうけども、でもそれ可愛くできてますよね、はい、す、彼女がね、なんかこれピンセット全部やり方を教えてもらって、スカートも全部ね、あの横にこうな縞模様に、うん、やってますね、うん、だからね、嬉しい、あのもし欲しそうだったらあげていいって言われたんでありがとうございますということでございます。まあでも本当に今日はそれでも一切一個して、でもあなたには負けるって感じなんですけど、はい、で今キラキラのついでに、去年の曲ですか、はい、ジュエルっていう宝石、はい、はいはい、宝石という曲の、それじゃあの DVD があるんですけど、はい、やっぱりそれはジュエルってあの宝石ってだけあって、はい、全部キラキラなのね、はい、いかにキラキラ好きかということでちょっとご覧いただきます、はい、なんかあの目のところのお化粧すごい綺麗だったけど、はいはい、あれ本当にあそこに何かお化粧したな、いうふうに、あの、はい、そうですね、あのまつげを作っていただいて、でその上にラメをこう一つ一つ置いていったというか、ずいぶん時間かかる作業ですよね、これ。そうですね、あと目がちょっと痛かったですね、うん、そうですね、まばたきするとね、はい、パサッパサッと、あの目の中にも、あれはまあ CG みたいなもので、はい、目の、そうですね、瞳のとのそばのところにも光り物が来てるという、はい、だからそうね、目のあれなんていうと、あれ茶目のところっていうの、はいはいはい、あそこのところに。
ずっと光物があったりして、はい、やっぱりそういうのもやっぱりこういうのはあなたご自分でお考えなの、こういう光ったのがいいとか。そうですね、うん、でも詩を新しく作る時に、はい、なんかこうなんていうかさ、こうイメージみたいなものが、はい、なんかこう湧かなくて、はい、うまくいかない時ってあります？ものすごくあります。うん、そういう時はどういうふうにしてるの？もうひたすら考えます。なんか気分転換とかはしたりしないんですね、うん、あまり、うん、あしないのね、はい、どっか行ったりなんかしないのね。しないです、うん、とことんもうあの紙とペン置いて、うん、ずっと見てます。どっかからこうやって降りてくるの、はい、待ってるっていう感じ、はい、そうそう、どっかから出てきます、まあ、なんとか、はい、うん、まあね、これ自分でお作りになる方ってみんなそうでしょうね。やっぱりその作業がやっぱり、はい、そうですね、うん、まあ、生みの苦しみというか、まあね、それはすごくありますね。孤独な作業でしょうと思いますよね、はい、でも、はい、今の宝石っていうジュエルっていうのはどうでしたか？はい、この曲は意外と早くできた曲で、うん、すんなり割と書けましたね。あ、そう、はい。今までそんなにたくさん の, あのいろんな曲たくさん、まああのまあ、女性シンガーとしてはこんなにたくさんいろんなね、あの、はい、シングルでも1位を取った回数ももう一番だとか、その総売り上げが2000万枚だとかすごいんだけど、はい、そういうの全部あなたが全部詞をお書きになったんだとすると、これ自分でもびっくりしちゃうでしょ。そうですね、改めてあの振り返ったりすると、うん、よくできたなとか思いますね。ねえそうだって何曲あるか分かんないぐらいでしょ。はい、はいね、でそのたびにそうやって精魂込めて親になってらっしゃるんでしょうからね、はい、うん、でその間にでもだからこういうの逆に言えばこの光物なんかを見ていいなとか思うの、はい、そうですね、うん、やっぱり一種の気分、そうですね、こういうのは気分転換かもしれないです、かもしれませんよね、はい、私もそう、何もこんなにチャラチャラして持っていつもこれ持ってられてるわけじゃないですけど、はい、なんかねちょっと計算する時でもキラッとしてると、はい、そうですよね、ちょっと楽しい。この計算機のキラキラしたら持ってないの、あなた自分で計算することない？使わないですね。使わないのね、はい、外国行った時に私必要なんですよね。あ、これがいくらかっていうのがほら、はいはい、分かんないんで、ユーロとかポンドとか、そういう時にこうやって計算して、いくら日本金だったらいくらだろうってこう、はいはいはい、思うのに機械がないと何にも分かんないんで、はい、とってもね足し算する機械必要なの。うん、あ、そうか、あんまり外国はいらっしゃらない？行きますけど、あんまりちゃんとそうやって換算したことがないかもしれないです。だいたいこのくらいかなっていうなんか想像で、でだいたい合ってます、それはだいたい分からないです、合ってないかもしれない、ね、さ、思いがけないものがね、思いがけない値段だったりするので、はい、私もちょっと怖いので計算するんですけど、ね、はい、じゃあ今度いらっしゃる時にね、はい、キラキラしたのを差し上げます。はい、ちょっとコマーシャルです。それで、あの浜崎さん、この前あゆさんって呼ぶことにしたんだったの、はい、そうなの、はい、あゆさんですか、はい、あゆさんはあのあゆさんって呼ぶ人少ないんですって、なんかそうですね、はい、あゆさんは爪をいつも綺麗にしてらっしゃる、はいはい、今日ちょっと見せていただいていいですか、はい、じゃあ上こうやって、これは随分あれですよね、フレンチったっても親指がすごいですよね、親指が、それは爪の中の方からやってんの、裏側から、はい、中にダメを入れて作っていただいて、すごいですよね、それ。はい。どのぐらい時間かかるの？すごい。3時間ぐらい？3時間ぐらいかな、はい。でもあなたあれですって、なんかテレビ見てたらネイルアーティストも一緒に行動してるとかって言ったけど、あ、そうです。もう今日もさっきあの爪拭いてた彼女がそうです。ここで、あ、ここに来て、はい、そんなことやってらしたの、はい、あ、そうだったの、はい、いつもそれじゃ何かあったらすぐ壊れたらばすぐ直してもらうとか、そうですね、はい、やっぱりそりゃね、はい、やっぱり1本だけでも折れたりしたらちょっとね、うん、あのバランスが悪いですよね。そうですよね、そういう時じゃあいつも一緒にみんな行動してる、はい、すごいですよね。なんか、はい、テレビ見てたらなんか大人数で行動するとか言ってらしたから、そうよくなんか言われるんですけどね。今日は何人ぐらい？そんなことない、今日はあの後ろにいるスタッフがうちのスタッフですけど、そんなに6、7人？そうですね、あとその他にネイルアーティストの人は別も後ろにいます。そうなんですか、はい、メイクさんとかヘアさんとネイリストさん、 あとはスタイリストさん、マネージャーチームですね。チームはい、じゃあ10人ぐらい、はい、ぐらいいると思います、ね、やっぱりね、それはそうでしょうね、はい、やっぱりあの、まあ、歌がご専門で歌が良ければいいっていうことだけど、やっぱりあなたの場合みんながファッションでも何でもあなたみたいにしたいわとかってみんなが思ったりしてると、はい、やっぱりこの前もちょっとほらお化粧のどうやんのとかって伺ったりしたんだけど、はいはい、やっぱりそういうのは
みんなで寄ってたかってやっていただかないと、はい、うん、あなたが思うようなイメージにならないかしらね、はい、そうですね。あと人数が多いと早いですよね、うん、あ、そういうことはありますね。同時にメイクしながらヘアもできてネイルもできてって、うん、同時にガッとやってやるので、そう、そうね、はい、確かにそれはそうですよね。一人一人やってんじゃ、はい、一つずつ一人の人やってんじゃ時間かかっちゃいますもんね、はい、頭は頭、顔は顔、爪は爪、お洋服はお洋服だ、はい、そうね、それは人数、まあ次から次へ行く忙しい方の時はね、はい、うーん、で後から次々とこうお仕事があってもあなた平気な方を一つやってまた次行く時と、私は割と体力があると思います、うんうん、あの元気だねって言われます。あ、そう、はい、じゃあ次々に会っても結構やっちゃいますね。あ、そう、はい、うんうんうん、あそこはもうパンパンって切り替え早い。大丈夫ですね。大丈夫、はい、まあ、ね、まあ若いせいもありますけどもねあゆさんは今向こうの方をご覧になって今日ついてる人の人数はい、ちょっと数えてみました12人でした今日は12人だわっておっしゃったので、はい、で、あなたは健康にいいと聞くとすぐやってみる、はい、あ、結構好きです ね、はい、私もそうなんですよね。人がいいっていうとね、うん、まあ、いろいろ事件があるからそんなすぐにはね、あれですけど、まあ、中にはお友達がね、ずっとやってんのとか言ってあげるとか言ってもらうと、あ、私もやってみようと思って、はい、なんかあとお酒飲んだりとかするんですって。そうですね、うん、青汁とか、うん、すっごい今もまあ飲みますけど一時期は本当に飲みすぎなぐらいすごい飲んでて、うん、その後はなんか豆乳とかにハマったり、うん、なんかやっぱりいいって聞くとそうよね、はい、私もそう、豆乳もね、はい、新鮮ないい豆乳送りますって言われたんだけど、すぐ飲まないと、豆乳ってすぐお豆腐みたいになっちゃうのね、冷蔵庫に入れてても。へー、そうなんですか。混ざり、なんていうの、防腐剤とか入ってないと、だからね、あれも大変だなと思ってね、そんなにすっごい勢いでね飲めないのでしばらく飲んでましたけども、はい、そういう時期もあったりなんかして、はい、それなんか今ゲルマニウム温泉、あ、それなんか凝ってらっしゃるの、はい、どんなのそれって。うちのスタッフがすごくいいって言っていて、うん、なんかそのうちのスタッフ の家の近くに銭湯があるらしくて、うん、そこがなんかそのゲルマニウム温浴っていうのができるらしくて、うん、そこでその石を売ってるらしいんですよ、そのゲルマニウムの。でそれを買ってきてもらって石だけ、うん、で自分の家の浴槽に入れて。あ、そんなちっちゃい石を入れるだけでいいの。でもこのぐらいの石をこのぐらい入れます。いっぱい入れる、はい、洗面器いっぱいぐらい、すごくたくさん、はい、うん、入れますね。でそれそこにこう敷き詰めるわけ、なんかネットみたいなのに入れて。あ、そうかそうか、でゴロッと刺しとくわけ、ね、はい、うん、そしたらなんかその何がいいのかわからないですなんか体にいいって、うん、老廃物とかがすごい出ていくとか。あ、この頃ね、みんな体の中に溜まった毒みたいなものを出すっていうのは、ね、流行ってますよね。流行ってますよね、はい、デトックスっていうんですかね、はいはい、そういういろんなことでみんな出すっていうのでね、はい、あ、じゃあそれも出るっていう。そうですね、ちょっとそれを信じて入ってみてます。ただあれこれしてるとどれが効いてるのかわかんないってありません私絶対そう思うそれはありますね。ね、はい、飲み物でもいい、これがいい、あれがいいって言ってるのも飲んでるから、どれが効いてて元気なのかは分からない。そうですね。シワが伸びるって言うと飲んでみようとかさ、はい、これはなんとかでしょって遊んでみようとかって言うと、はい、どれが効いてるか分かんないけど、どれか効いてるか、全部が効いてるかなんかだろうななんて思ったり。食べ物はどうしてらっしゃる、はい、普段の食べ物とか。食べ物はあんまりその食べ物に興味がないんですね。そのはい、うん、だから別に何でもいいっていうか、うん、本当に何でもいいんです。本当、じゃあ今日みんなでなんかこういうの食べようとかってあんまりそういうふうには言ったりしないの。みんなで食事に行く感じはそのやっぱりみんなで一緒にいて、まあ、お話をしたりとかっていうその楽しい感じがすごく好きなので行きますけど、うんうんうん、ただそういう時になんかこう何か食べたいとか、うん、そういうことは今日は絶対イタリアとかはないです。今日は絶対焼肉とか何でもいいんです。そこにあるものを食べるって感じです。偉いわねじゃあそこででもこれでどうですか、それを食べるっていう感じ。そうですね。うん、だから別にファーストフード出されても別に気にしないっていうか気にならない。お家では何か食べるの。家でも本当になんか冷蔵庫に残ってるもので
刺さって作って食べるぐらいで、それなんかちゃんとしたものは何にもちゃんとしたことはしないです、お料理は。でもまあ体に良さそうなことをね、まあ、やってらっしゃるでしょ。そうですね。できるだけまあお野菜を取るとかそういうことは気をつけますけど、あ、でも今日は何を食べたいとか今度会う時は何を食べましょうねとかそういうのはあんまりない。ないですね。そう、はい。お菓子は？いろいろ伺いようと悪いけど、お菓子はすごい食べます。はい。どんなタイプのお菓子？あの甘いものですね。チョコレートとか、ケーキみたいなのとか、そういうあのポテトチップスみたいなそういう塩辛い系のものはあんまり食べないんですけど、甘い、私もそう、洋菓子系というか、あ、そう、それは食べます。はい、あ、そういうのはやっぱりちょっと食べたいなっていうふうに思うことはある。そうですね、はい、いつも食べたくなるチョコレートは同じでいつも決まっているので、それをずっと食べてます。あ、そう、はい、朝早く起きてチョコレート食べるのはすごくいいんですってね、体になんかね。そうなんですか。脳がね、あのなんかあの、まあ、それはおまんじゅうでもいいらしいですよ、糖分。へえ。朝起きてとにかく糖分で、私前ずっと朝起きて、どういうわけだかずっとおまんじゅう食べたんですよ、だと、まあ、ちょっとね、あの旅行って、芝居の旅行った時にお野菜とかなんかジュース飲んだりしたんですけど、そういうあの今日は何を食べましたっていうのを出すのがあってね、週刊誌で出したら、その朝ね、おまんじゅう食べたら、そのすごく脳があのなんかよく動くんですって。朝甘いもの食べるのはそういうふうに書いてあったわよ。そうなんですか。だからとてもいい食事ですとか言われた。へえ、じゃあ朝から食べてみます。朝からでもどのぐらいの量かって、私はあれでしょ、こうおまんじゅう一つぐらいでしょ、10個も20個も食べてる、はい、はい、あなたがおやりになるコンサートの演出、こういうのをやりたいとは、なんか自分でお考えになる、はい、そうですね、演出とか構成は大体自分で作れますね。ちょっとあの拝見しますね、これはね、はい、そうでしょうね、こんなにしないしないってね。これ全部早変わりなんですか、お衣装。そうですね、今の塗ってる台も下全部あのラインストーンで、あ、キラキラなの、キラキラ、そうですね、なんかシャンデリアみたいな、はい、そうです、うん、おつもりなんですけど、はい、おつもりっていうかデザインがすごい、みんなも他のメンバーの人もなんかキラキラしてましたね、なんかちょっと、はい、すごい、やっぱり楽しみ、コンサートって。あの、そうです、実際あの本番よりも、本番でステージ立つよりも、なんかそれまでの過程の方がなんか大変で面白い、なんかこんな風にしたい、こんな風にしたいとか、そうですね、でも今のなんか噴水すごかったですよね、はい、でも、まあ、あのまずコンサートツアーがあるんですけど、日本の国内もそうですけど、アジアに今度行ってみようということで、はい、そうですね、初めてアジアツアーをやります。非常に人気がおありの方なんで、台湾、上海、香港などにもいらっしゃるという、はい、そうです、はい、まあ、またそこでね、大成功だと思いますけれども、はい、ご成功祈ってます。それから CD をお出しになるのね。はい、来週です。来週ですって。はい、はい、あ、ベストアルバムで。すごいですね、これ、はい、うん、2なんですけど、昔 A ベストというのを初めて出しまして、6年前で、それから6年ぶりに A ベスト2というベスト版。全部あれなの、顔が違うのね。そうです、4種類あるんです、ね、はい、綺麗なメイキャップでね、またこれもあなたはこういうのがいいっていう風に。そうですね、そうですね、これ4枚組、はい、はい、そうです、あ、4パターン、4パターン、はい、4枚組、4パターン、ベストアルバム4パターン、はい、それからまたすごい、ジム行って、あの見ましたよ、写真、あなたがなんかすごい機械のところで、あれ何してるところなの、機械のところで。マシンはもういろいろやりますね、やっぱり腕も足も。あ、そう、はい、やっぱりやんないと。好きなんですよね。好きなの、はい、運動するのが。私もやろうと思ってるんだけど、今まで一回も行ったことないので。本当ですか、うん、ジム気持ちいいですよ。いいですか、はい、やろうかな、ちょっとね考えてるんですよ。またね、どうもありがとうございます。